カンブリア期は地質時代、古生代前期における区分の一つで約5億4200万年前から約4億8830万年前までとされる。この時代の岩石が発見及び研究された最初の地であるウェールズのラテン語名、カンブリアからアダム・セジウィックによって命名された。アメリカのフェデラル・ジオグラフィック・データ・コミッティはカンブリア期を表すのにを用いている。 代用として、キリルモジノが用いられることもある。カンブリア紀では、先カンブリア時代に形成された海洋が、地球上のほぼ全てを覆い尽くす。海中では、様々な種類に至る海洋生物が現れ、中でも山陽中等の節足動物が繁栄し、草類が発達した。むしろ、これ以前の時代からは、化石がほとんど得られなかったことから、化石に頼って、 時代区分を行っていた頃にはこの時代までしか区分ができなかった。そのため、カンブリア期が従来は最も古い名前のついた区分であり、それより古い地層はカンブリア紀以前というしかなかったのが先カンブリア時代の名の由来である。採用虫や筆石、湾足類、サンゴなどは古くから発見されていたが、頻繁に産出する生物群は限られていた。 カンブリア期の生物症の多様性がよく知られるようになったのはバージェス動物群の発見以来であり特に20世紀末の見直しでその内容がそれまでの想像を超えることが明らかとなった現在の生物と比べ非常にキーな姿をした生物が多く見られこの時期の生物群を総称してカンブリアンモンスターとも呼ばれるこの時期の初期には 動物門のほとんどすべてが出現したと考えられ、この時代に動物の多様性が一気に増大した可能性がある。これをカンブリア爆発と呼ぶ。カンブリア紀の気候についてはあまりよく知られていないが、外資でて温暖で、極地方には氷河がなかったと考えられている。日立市にある小木図不動滝。露頭している岩盤はカンブリア紀の変成化鉱岩。日本で発見されている。 最も古い地層は、茨城県日立大田市にある5億1100万年前の堆積構造の西道平層である。この時代は、カンブリア期の第二世、第四期のものである。隣接する日立市にかけて、火山岩を玄岩とする赤沢層など60キロ平方メートル以上にわたり、カンブリア系の地層が分布している。ありがとうございます。